い、どうもピオキングです。今日はですね、ちょっと抜けやっていきたいと思います。で、以前の動画でしょぼんのルキメクリアしたと思うんですけど、2周目はさらに難しくなってるみたいなんですよね。ちょっとそれを見ていきたいなと思いまして、早速やっていきましょう。はい、ということで2周目入っていくんですけど、1周目ともおにぎりの場所が違うよね。1周目は左下にあったと思うんだけど、目の前にあるんだね。これ取っていいのかな。取って、いや、おっせこれ絶対ダメなパターンでしょ。でもこのまま右まで行ったらどうなるか見てみたくない？ちょっとあのバネまで行ってみるで。さあ、このデブショボンちゃんはバネに飛ばされることになるんでしょうか。その重さでバネにほっ飛ばされたすげえ強力なバネでした。じゃあ左下行っても何もなんないのかな。ですよね。じゃあ茶碗はこの辺にしといて先に進んでいきますか。でさ、先にある牙があるじゃん。この牙確か動いたよね。ここまでは一緒なのか。で、この先の牙が動くことはないよね。この前と違うやんかえ、こんなことされたら行き道わからんくない？これ右閉ざされてるもんね。右下の牙があるじゃん。あの牙に触れていいみたいな感じかな。うわ、やっぱ違うよね。じゃあ、あのバネに乗ってジャンプ入力をもう一回しなきゃいけないんじゃないの。そしたら浮遊力がなくなる。ナイス、これで合ってたんだね。うわ、読んでいいのか。看板読んでみるよ。デンジャーじゃあこの看板は無視しよう。この看板はこの前と一緒だったね。さあ、セーブポイントいきますか。この前より速くなってないですか。これただ乗るだけだったらダメなんだよね。自分も一緒に移動しなきゃこれマジでめっちゃ速いよ。ここで右、速すぎないですか。これいけんのかな。え、ここで右、ほら、いけないんだよね。じゃあ次はジャンプして右ギリギリで乗ってみる。これどう、いいんじゃない。ナイス、これは乗ったらいけないやつ。頼むって、あそこに行くまでもう難しいんだって。はっはっ、今日僕は一体何回やられればいいんでしょうか。ここは右にジャンプしていけるはずだよね。そしてジャンプ、ナイス、セーブポイントは来ました。これはこの前と何ら変わりないんじゃないの。ここで右押してずっと右押しっぱでいいでしょう。それでいけるはず。はい、ダメこれが難しいんだよな、この場面が。頼む、行ってくれ。これ運任せダメだよ、きっと。ちゃんと行こう、ちゃんと行こう、ちゃんと行こう、ちゃんと行こうじゃあ次は牙の左下に狭い隙間があるじゃん。あそこでとどまっておこう。ここで左押しっぱ、あ、戻らないで、そのまま右に行って。頼むって、難しいよ。お母さん助けて、僕はこのコースをクリアできる気がしません。もしかしてこのバネもさ、ジャンプ入力したら反動が少なくなるみたいな、ないかな。ちょっと試しててみていい？いや、今ちょっと少なくなかった。ちょっともう一回試してみるね。ほっ、見つけてしまいました。これでいけるんじゃないかな。ここでジャンプ入力、シャバーン。もう運任せだね。運要素バリバリでいこう。来た、これは来たんじゃないの。タイミングさえ間違えなければいけるはず。ここで右、いや絶対ジャンプ入力必要になってくるよ。このバネは反動を少なくする。惜しい、今の惜しい、戻らないで、頼むって戻りすぎ。この辺でジャンプ入力しまくっておく。そしてお願いします、神様。奇跡でも何でもいいって生かしてください。僕をまだチャンスある、まだチャンスあるよ。頼む、頑張って。右側まで行ければこっちのもんなんだけどな。頼む、あ、行った行った、よかった。ここで中間ポイント取れました。しょぼーん。次さ、弾幕ゲーだったよね。この弾幕ゲーがどんな感じに変わってるかちょっと気になるんだけど。いや違うんだって。じゃあ気を取り直していきますか。こっからだよね、この弾。あ、なんか可愛らしい女の子も変わってるよ。ちょっと難しくなってない？ちょっとこの弾が邪魔くせえ、一発目でこれなの？2回目3回目思いやられるで、ね、とりあえずガチで集中してっていい？こんなの無理じゃんかマジでおかしいと思います、このゲーム。僕にクリアできるんでしょうか。あ、これはなかなかいい感じじゃないの。しっかり避けていこう。しっかりあの黄色いのを避けていって、来た来た、これ1回目クリアでしょ。すぐ左行こうか。あ、左から来てる。いや大丈夫、うわ、来すぎ来すぎ何あの出し方、綺麗な花火だぜ。まずこの黄色いブロック、
やれよ。こいつ当たり判定を調べなきゃいけない。あ、来たんじゃないこれ、一発目来た。そしてすぐ左に行かなきゃいけない。そうでしょ、いっぱい出る前になんか動いてない、さっきとちょっと動き違くないですか。でもこのまま左に行けばワンチャン、頼む。よしよしよし、でかすぎだっておかしいだろ、ちょっと当たり判定もおかしいだろいやでも分かったよ、2回目より3回目の方が難しいかもしんない。ここさえきっちり避けていけば3回目は頼む、出しておくれ。よしよし、こっからだね、こっから。どこだ、当たり判定が分かっていや大概この左も難しいよ、絶対攻略法があるはずなんだよね、ここ行ったら安全ですよみたいな。はっ、動けねえ、動けねえ、いけるいけるじゃないの、頼む、黄色い玉早くどっか行って、頼むって。ここで左、ナイス、こっからだね、早く右に行けばいける、そんなわけねえかいや絶対このコース攻略する、ショボキングの名にかけてよしよしよし、早く黄色と緑どっか行って、もういやもう進めんや、こんなんもう死に待ちじゃんか、頼むって。いや行ける、あここが鬼門だぞ、落ち着け、落ち着いたらあのスイッチ頼むから、もうやめて、もうその黄色いの出すのやめて、緑も出すのやめて、絶対左に行けんやんか、こんなん、どうやって左に行けばいいのよ、これ積んだ感じですかねいや絶対無理やんかこんなのなあ、どうすりゃいいの、もう弾切れろよ多分ね、2回目早く進まなきゃもう積むんだろうね、ああいう風に。なんで早く行きたいだけどいけねえこの2回目のさ、攻略法がまだ分かってないんだよね、早めに行くみたいな感じかな。いや行けないよね、ここで左にジャンプ、なるほど、でここで左にジャンプ、オッケーオッケーオッケー、あとはここで左にジャンプして、この大砲の鈴だよな、早く行けないもんだ、これはどこに当たり判定なんだ、当たり判定広くないですか、おかしいでしょ来た、当たり判定はどこだ、頼む当たらないでくれ、当たり判定はどこなんだ、カオスすぎどうすればいいんだよこっからいやマジであのでかい鈴があるじゃん、あそこが全然進めないんだよね、早めに右に行ってみる、早めに右に行きます、そしてここでジャンプ、いけそう、今見た、右の陸地に乗れそうじゃなかった、なんでここで踏んで常に右ダッシュ、そしたら鈴の上は抜けれるっていう感じでしょ、こっからだったよな、もったいがお母さん助けて、こっからどうすればいいんでしょうか、大量の鈴が襲ってくるんですよ、私に任せなさい、お母さん助けてください、お父さん、こっから大量の鈴が襲ってくるんですよ、どうすればいいんでしょうか、私に任せなさい、このくらいの鈴避けていけるんじゃないでしょうか、お父さん結局は自分の力で何とかしろってことか、上等じゃねえか、父と母の敵ここで撃ってみせて、見せるんだよ、やったさあ見ろうるっしゃ、めちゃくちゃうるし、ここまでで1時間20分かかってるあーセーブしよう、間違っても R ボタンだけは押さないようにしないとね、シュートセーブやったちょっと休憩していい、はい、それじゃあ休憩を終えてきました、ここはこの前と違うのが真ん中にトゲがあるよね、このトゲの間をきれいに行けってことか、うわ難しいぞ、ちょっと待ってね、このタイミングうわこれはシビアすぎ、うわ難しいな、これ右ギリギリで行かなきゃ、いけるいけるいける、うわっ、いたー、いや今のなかなかうまかったと思うんだけどな、あんなにきれいに成功することめったにないからね、これマジで難しいの、ほら見てわかる、もう何回死んでんのって思うくらいやられてるでしょ、ここちょっと集中しよう、リズムよく行けばいけるはず、ここよし来た、こっからだよね、こっから右ギリギリでジャンプ、あーまずい、いや危ねえここらへんどの辺か、もうちょっと右切り、ここ、これでいけるんじゃないの、やったね、ちゃんとこのセーブポイントは取るようにしよう、よし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 さあここは下から行ってよかったよね、確かアスパラガスだったような気がする、ほら来ました、でここもチェックポイントで、これは難しくないですか、こんな早いの乗れるわけがないじゃないですか、頼む行って
行っちゃった。じゃあさ、これはタイミングよくリフトに乗ってジャンプしながら進む、そんな感じだと思うんだよね。ジャンプ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 、やったこれはマリオでだいぶ鍛えられてるからね。でここ1周目だったらキバが飛んできたよね。またキバ飛んでくんのかな。あ、やっぱ飛んでくるね。っていうことは1周目と同じでこのキバを避けながら進めっていう感じか。じゃあここはそのまま右行ってよかったよね。うわ、なんか違うよ、タケノコじゃない。これ取っていいのかな、これシイタケかな。ちょっと取ってみるね、シイタケ。いや分かった、あそこに出てくるやつは全てダメってことだろうね。じゃあここは早く右に行って抜ける。ピラミッドが今度出てきたけど大丈夫か。あのピラミッドも取りたい気持ちではあるんだけど取ったらダメでしょう。でここのトロッコ乗る前にセーブしておいてトロッコ乗っていこう。でこのトロッコ一作目もなかなか難しかったんだよな。それより難しくなってるってことでしょう。どうなってるんだろう。はっ、ちょっと針増えてない。え、ちょっと針増えてたよね。ここでジャンプ、うわ、むずっけ。相当ギリギリ狙っていくんだろうね。ギリギリでジャンプ、うわ、ダメだね。多分上から行くっていうのが無理かもしんない。なので次は下ギリギリで行ってみるね。まず初めにジャンプしない、そして着地した瞬間ジャンプ。うわ、むずっけこれ。やるじゃねえか、上等だよ。今までどれだけ鬼畜芸をしてきたと思ってんの。ここで降りた瞬間ジャンプ、ジャンプ、ナイス、猫ちゃん。一旦ここは下に降りる、そしてジャンプジャンプ、そしてここはギリギリジャンプで、もう一回ジャンプ。来たんじゃない、これは。どうすりゃいいの、なんか言ったけどこれ下にブロックとかなかったよね。一周目もしかしたら下から行くんじゃないのかな。なんでここ越えたらジャンプせんで、そのままブロックに乗ってみます。そしてジャンプジャンプ、来たんじゃない、これは。どこ行ってんの、どこ行ってんのなるほど、あのバネ乗ったらいけないのかな。じゃあ次上から行ってみるよ。ギリギリで狙ってジャンプ、うわ、届かんよ俺。あのバネジャンプしすぎんようにさ、空中で止めることができたじゃん、ジャンプボタンを押して。それやってみよっか、ここでもう一回ジャンプボタン押す。あ、できるできる。なんでタイミングを見て今回ナイス、来た。ここでスーパージャンプ、ローリングサンダーアタックよしよし、これは来たんじゃない。頼む、そのまま行ってくれ。やったさあきっちりセーブを取っていきますか。ここまで来ればもうゴールは近いよ。この先確かマウスを使うところがあったよね。ここ、ここちょっと一旦マウスを使って下にやって、この子を上に乗せて右に行くと、そういう感じだね。さあ、あ、確かここでも持ってこなきゃいけないよね、このブロックを。そんでもっかい右に行く、そしてもっかいマウスを上にやって、あのヤギがさ、ゴールのコマンドを教えてくれると思うんだよね。あ、この前とコマンドが違う。ちょっとこれメモるね。はい、それじゃあメモってきました。このコマンドをあの看板に入れればゴールだと思うんですけど、どうなるんだろう。はっ、危ねそっかそっか、最初とおにぎりの位置ここにあったもんね。なんでこのおにぎり取らんようにしていこう。そしてセーブして右上に行けばよかったよね。で、このバネに乗って右上、あっタイミングが意外と難しいんだよな。さあ来ました、ここで看板であの入力を入れて、一旦右に行ったセーブポイントあったよね。ここでセーブしておいて左の看板のところで入れてみるね。ちょっと待ってね、上 X 下 BLYRA、 あれ R 押したら戻るね。ちょっと待ってね、もう一回してみよう。これ R ってさ、セーブポイントに戻すコマンドだから、ちょっともう一回してみるね。上 X 下 BLYRA、 うわ、やっぱりね、戻っちゃうんだよね。でも僕ちょっと思いついてることがあるんですよ。前回でスタート押しながらね、コマンド入れれたのが覚えてるんですよ。なんでここでポーズ押して、ここで入れてみるね、コマンドを。上 X 下 BLYRA、 ポーズ解いてみるよ。どうだ、ダメや。あれ、コマンド違ってたのかな。もう一回やり直してみていい。上、ほら、上押した時点でさ、コマンドは生きてるんだよね。こっから X 下 BLYRA、
YRA。 あれなんだよね。ちょ、もう一回していい？上 X 下 BL YRA。 はっ、待って、なんか音楽が鳴ってる。これは来たんじゃない？ちょっと待って、ポーズ解いてみよっか。ポーズ解いてみます。どうなる？来た。クリアって書いてる。これはゴールでしょ。エンディングだよね、これで。あれ、何も流れない。あれ、あー、よかった、やられてはないんだ、これでゴールか。これさ、2周目3周目はないよね、さすがに。いや、3周目あってももうクリアできる気がしないんですけどね。もうほんと弾幕がきつかったね。あそこで1時間半ぐらいかかっちゃったもんね。まあ、このショボンのルキメン、前回も言ったんですけど、2、3ってあるんですよ。4があるかわかんないんですけど、もしかしたら2、3やっていくかもしれません。ということで、ご視聴ありがとうございました。このゲームはハートフルではなかった。知ってんだよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。